ホーム部州中川駅は、埼玉県秩父市荒川上電屋にある、秩父鉄道秩父本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。業務委託駅である。駅係員勤務時間は、平日の月、水、木曜日は7時50分16時50分、平日の日、金曜日は終日無人、土休日は8時30分17時となっている。 トイレは改札外にあり、推薦式である。かつて、未部石灰産業の貨物専用ホームが南側にあり、山腹の工場から製品の石灰搬出用のトロッコ軌道が付設されていた。1941年頃に付設されて使用開始されたもので、当初の動力は蓄力であったが戦争中に電気動力に変更された。長さは約680メートル。 機関は 508mm、平均勾配は約4%、機上は 1m あたり 9kg のものがほとんどで、分岐器はドンタンポイントであった。工場側と駅側の終端部は単線、中間部は複線になっていた。駅南側には貨物ウアイーが建設されてその中にインクラインが引き込まれていた。中間の複線部分が巻き上げ装置で動力運転する部分で、 両端では作業員が手押しでトロッコを移動させて、巻き上げ装置のエンドレスロープに接続していた。国鉄貨物の合理化に伴い、武州中川駅の貨物扱いが1984年1月20日で廃止となったことから、このインクラインも廃止された。なお1970年の小石灰製造プラント新設時にホッパトラックに直接粉体のまま積み込んで輸送できるようになり、 トロッコによる輸送量はすでに減少していた。設備はインクライン廃止後約2年間放置されていたが1986年7月12日より軌道の撤去解体工事が開始されて約1ヶ月でほとんどの設備が撤去された。ありがとうございます。